ここはとある縄文人たちの集落、そしてこれはそこに住む社畜たちの生活風景である。なあ、今日の仕事も過酷だったな。そうだね、そろそろゆっくり休みたいよ。今日はもう十分働きましたし、続きはまた明日にしませんか。それもそうだな。お前ら何サボってんだ。長老、他の連中はまだバリバリ働いてるぞ。当然お前たちにも今日はまだまだ働いてもらうからな。自分たちもう限界ですよ。俺の村に住んでる以上文句は言わせん。しっかり働いてもらうぞ。きっちり1日4時間労働だ。1日4時間労働って、めっちゃホワイトじゃん。新年日の参考だってちょい足してる脚光だってゴールサーケージとテイクオフェイキー。縄文時代の社畜の生活、縄文人の労働。よく考えたら1日の労働が4時間で全然ホワイトだったね。自分この時代に生まれてこれてよかったです。生まれる時代が違ければ1日15時間労働だったりしてな。それは言い過ぎでしょ。多くても6時間とかじゃない。案外最低8時間労働だったりするかもしれませんよ。しょー社畜くん、それはさすがに社畜すぎてさ。さまずか全然笑えない。おい、無駄口ばかり叩いてないでさっさと仕事しろ。面倒。上司さんが自分でやればいいじゃないですか。無能だから部下に仕事させるしかないんだろう。おい、長老だよな。なんか扱い雑じゃない。縄文時代は1万年以上続く極めて平和な時代であり、当時は身分の差などほとんど存在していなかったと考えられている。とにかく文句言わずに働け。さっさと木の実とキノコを集めてこい。見てください、大量です。でもキノコばっかりだよね。お肉も食べたくない。一狩り行こうぜ。狩猟は主に冬の仕事だ。いいじゃん、冬は寒いし外に出たくないよ。冬だと木の葉や草木がなくなって見通しが良くなるから狩猟がしやすいんだ。それに冬の動物は脂肪を蓄えるから油の乗りがいいらしいですよ。意外と考えられてるんだね。自然との共存ですね。サボってないか様子を見に来たぞ。ってペンギンはどうした。ペンパイならあっちですよ。お前何してんだ。どんぐりすりつぶしてる。その遊び楽しいのか。ペンギンは変わり者ですからね。去年も雑草育てて遊んでたし。こいつそんなことまでしてたのか。変なやつだな。土器製作。おいら、今日の仕事は土器作りだ。今日は採取じゃないんですか。食料なら昨日お前らが取ってきた分が残ってるからな。今日は別の仕事だ。なるべく芸術的な土器を頼むぞ。僕たちって結構多彩だよね。採取も魚取りも狩猟もできて土器まで作れるんだから。ま、俺たちは自然の変化に合わせて生きてるからな。縄文時代では分業という概念が薄く、専門の生業をする人は少数だった。自然の変化に合わせて臨機応変に仕事をしていたと考えられている。土器作りって地味な作業だし、あんまり好きじゃないんだけどな。俺は嫌いじゃないぞ。変わり者。俺たちが土器作りに集中できるのは平和な証拠だし。どういう意味です？何でも海の向こうでは人同士の大きな争いがあるらしい。手間のかかる土器なんて作ってもすぐ壊されるから作っていないんだとか。そうなんだ。確かに自分たちって人と戦うための武器なんて一度も作ったことありませんよね。石で刃物を作るにしても木を切る手斧や狩猟用の矢尻とかだからな。まあ僕たちは戦う理由もないもんね。自然は豊かで食べ物にも困らないし、必要な分を必要なだけ取ればいいだけだし。自分たち縄文人に貧富の差がないのもそれが理由ですね。自分たちのことを俯瞰して見すぎじゃない？縄文人なのに。よし、土器完成しました。自信作です。僕もこれは芸術品ですわ。て、シャチ君の何それ、馬糞？失礼な。パンダさんこそ紳士の妖怪ですか。ごめんね、シャチ君レベルの人間に芸術の話をした僕が悪かったよ。てめえの首と土器とマンモスのクソ並べて見本市してやろうか。ちょっとだから、貝塚のアサリちゃんにしてやるや。さっきまでの平和の話どこ行った。お、仕上がったみたいだな。後世に残る傑作ができましたよ。自分もです。そうかそうか、そりゃよかった。どれどれ。え、馬糞と妖怪、意味がわからん。こいつらの自信満々な顔が逆に怖すぎる。ペンギンの時はって何してんだお前。海水沸かしてる。海水なんて沸かして何になるんだ。こいつもこいつで変なやつだな。やっぱこいつ一番おかしいわ。先輩、悩みとかあったら聞くのに。いろんな仕事。仕事何しよっかな。何もないならしなくていいだろう。上司が最低4時間はせめてなんかしてるふりだけでもしろって。窓際の一族。タウンワークにいろいろ求人出てるんで行ってみませんか。それあり。なんでタウンワークあるの。
アクセサリー店へようこそ。君たちが連絡くれた子かな。アクセサリー、そんなもの作って商売になるんですか。そんなものとは心外だな。縄文人はおしゃれにも気を配るんだ。例えばあの女性を見てごらんよ。本当だ、ペンダント、ピアス、腕輪、かんざしまでつけてます。銀座のマダムもびっくりだね。銀座って何。あれは動物の歯や牙、貝殻、翡翠なんかを加工して作ってるんだ。俺の作るアクセはナウイヤングにバカウケなんだぜ。なんか縄文より言葉古くね。旧石器言葉。ファッションだと他にも布を編んで服を作る仕事をしてるやつもいるな。なんか知らない間に文化レベルがアップしてる。暇だとやることが増えるからな。この辺りは見晴らしがいいですね。だろう、住みやすくていい場所だよな。君は何してるの。見ての通り住居を作っているんだよ。タテアナヒルズさ。ヒルズ。ヒルズは高台って意味だよ。水害を避けるために縄文人はヒルズ族になったんだ。時代の最先端だぜ。なんか時代に取り残される気しかしない。ヘイヨーヨーヨー。なんで DJ 急にバブリーですね。おいおい、ここはデスクじゃないぜ。俺は石をこすって研磨してるんだよ。お前がこすってるの時代ネタな。今本当に縄文時代ですよね。俺は石を加工して狩猟に使う矢尻を使ってるんだ。もうすぐ冬が来るから狩猟の季節だしな。石削るだけなら楽そうだし、僕この仕事やろうかな。ああ、それなら自分も手伝いますよ。それなら俺は獲物を調理する石包丁でも作るか。冬狩猟解禁。人狩り行こうぜ。ついにお肉が食べられますね。楽しみです。おお前ら狩りから戻ってきたかって、なんで手ぶらなんだ。一匹も取れませんでした。なんだだ。矢尻の作り込みが甘かったみたいで全然獲物に刺さらなかったんです。そうすんな、これじゃ村の連中が嬉しいんだぞ。こんなクソ矢尻を作ったやつが悪いです。そうです、そいつに責任を取らせましょう。それもそうだな。はい、これ作ったのは誰だ。そこの2匹です。だそうだが、縄文時代は助け合いで生きてきたんだから1万年以上も続いているんですよ。責任を押し付けるのではなく助け合うべきです。んだったらちょうどいい。お前らも動物だし、その肉で上をしのぐとしよう。待ってくれ上司、食べるものならある。なんだこの糞みたいなのは。こんなのクソの役にも立たないだろう。文字通りな。いいから騙されたと思って食ってみろ。これをか。まあどうせ食わないと死ぬだけだしな。うまい。どんぐりで作った塩味のクッキーだ。クッキー。いつかこんな日が来ると思って用意しておいた。そっか、ペンギンはずっとバカみたいに保存食を作って。ちなみにパンダの分はありません。冗談でございます。他にも育てていた作物だってある。これなら冬を越せるだろう。ペンパイ、ありがとうございます。縄文時代は助け合いだからな。保存食に濃厚か。この技術は素晴らしいな。すぐに取り入れるとしよう。こうして文明に新しい技術が生まれた。争いのない助け合いの精神で生きてきたからこそ、縄文時代は1万4000年も続いたのだと言われている。あー、でもそうなると労働時間が足りなくなるな。よし、これからは1日8時間労働にするぞ。え？受験戦争やり直したい。え、ペンギンってド M なの？違う、いい大学入ってれば某企画に来ずに済んだかもって思ってな。いやいや、そんなことしなくてもやり直せるから。次回、韓国受験の闇、高校生で生死が決まる。会社に重火器ぶち込んで上司をコテンパンにすればいいんだよ。マジの戦争でやり直そうとしてるやついる。上司。おい上司。悪い、ソリティアしてた。またクソゲーですか。クソゲーじゃない。ソリティアは組札とバーターの関係、次の山札を読むか。やり込むな。例えばこれを見ろ。まずこの盤面では。いや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 。どうした。何これ。ソリティアだぞ。いや、ソリティアだけど。これ僕たちのデザインですか。ああ、言い忘れてたが、抵抗ペンギンのソリティアが配信中だぞ。忘れるな。そんなあっさりでいいんですか。みんなダウンロードしろよ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギン、この仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹部のパンダか。